2017年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉、クリスチャン・ボルトンの期待クリスチャン・ボルトンは、ラテンアメリカを代表するパイロット。チリ軍の戦闘機パイロットで、レッドブルエアレースでは、飛行機の競技者とインストラクターである。父親もチリ空軍のパイロットで、幼い頃からパイロットになることを夢見ていた。18歳の時に軍に入隊し、数年後には、エリート戦闘機パイロットとして、 トップガンアワードを獲得、地理空軍アカデミー及びタクティカルファイタースクールのチーフインストラクターとなった。より高みを目指してエアロバティックチームのメンバーとなるため20年以上の軍属パイロットのキャリアを終えた。地理とアメリカで極技飛行を教えるインストラクターの資格を有している。レッドブルエアレースを初開催の2003年から追いかけ2014年に念願かなって、 チャレンジャークラスに挑戦する機会を得た。3度目のレースで2位となり、翌2015年シーズン開幕戦で、初優勝、どちらもラテンアメリカ出身パイロットとして、初めての功績となった。2016年シーズンは、マスタークラスの予備パイロットに登録され、ハンネス・アルヒの死去に伴い第7戦から、マスタークラスに昇格した。レッドブルエアレースでは、 クリスティアン・ボルトン・レーシングとして活動していた。使用していた機体 n 2 2ゼは、以前フランベラルデが使用していた機体である。2018年シーズンから機体塗装を変更し、主に尾翼や機体横に小さな三角形を流線型に配置したデザインを取り入れた。チャレンジャークラスマスタークラス尾行、キャン中止 DNP、不参加 DNF。 途中危険 DSQ 失格ありがとうございます。